皆さんこんにちは、ラピッ TV です。本日の話題は Google Earth で見つけた南極の不思議な場所。前回投稿しました南極の不思議な地下基地入り口2つお見せ前回しましたよね。今度新しくまた南極で不思議な洞窟のような地下基地入り口を発見しました。こちらを今日は皆さんと一緒に見ていきたいと思います。その場所は南極がありまして、南極の北に位置するサウスシェトランド諸島で見つかった奇妙な洞窟の入り口、こちらをお見せしたいと思います。それでは写真の方からです。どうぞ。こちらが前回投稿しました好評の皆さん不思議がっております南極大陸地下基地入り口かと言われる、これが一つの入り口の、まあ、上が帽子のような感じで人工的に作られたような入り口です。かなりの視聴率だし。そしてこちらが2つ目の入り口となります。そして3つ目の破壊されたのも、まあ、前回の南極の不思議な場所で公開しておりますので、ぜひ見てください。そして今回新しくね、ここら辺南極一帯を探していたら、もう一つ不思議な洞窟のような地下基地入り口を見つけました。それが今日の話題となります。それはこちらになります。はい、左側の写真です。これが南極の北にあります、ここ見えております、印をつけておりますサウスシェトランド諸島で見つかったものです。こちらはなんと氷河の断崖絶壁の中間あたりにある不思議なこういった洞窟のようなものです。大きさもかなり大きいんでね、後で測りたいと思います。これが新しく見つけた、まあ、地下基地入り口のようなものです。そしてここは不思議にね、2006年に戻すと完全に塞がっております。その写真もお見せしたいと思います。何者が開けたのでしょうか。2006年には塞がっていたのに、現在はまたこういうふうに穴が開いております。では次です。これがその南極大陸、これ大陸の北側となります。それのちょっと上の方にあります、これがサウスシェトランド諸島となります。それのこの黄色い、私がピン止めしているこの位置で見つかりましたんで、詳しく見ていきます。はい、こういった島になります、ロケーション。そしてこれです。これが拡大したところのこの、まあ、島の氷河といいますかね、もう完全に積もった雪と氷の側面に、こういった、ここは海ですよね、その側面にぽっかりと洞窟のような穴、ちょうどねこちら海側から、まあ、UFO が飛んできて、ちょうどここから入れる位置ですよね。こういった UFO が飛んできてこんな感じで入っていける、まあ、地下基地入り口のようなものを発見しました。洞窟のような形をしております。これを詳しく今日は見ていきます。そしてこんな感じ、そしてこれ、はい、位置関係、この位置になります。まあ、座標は貼っときますし、また皆さん Google マップの方でも見れるようにリンクを貼っときますので、ワンクリックでスマホで見れるようにしときます。そしてこれが今2000、これがちょっと過去に戻したところの2010年ですかね、にはこういった感じで完全に雪に覆われておりますが、現在すぐその座標に飛ぶとこんな感じでぽっかりと穴が開いております。後でこの大きさも測ってみたいと思います。これが過去の動画です。過去の動画じゃなくて過去の画像です。どうですか、
この部分完全に塞がってますよね。そして今がこの状態でぽっかりと何者が開けたのか洞窟のように口を開けております。果たして知的生命体の UFO の地下基地入り口なのでしょうか。そして開けたのは知的生命体が開けたのでしょうか。これを詳しく見ていきます。そしてこれこの位置になります。ここは現在見るとちょっと過去の方に戻るとこんな感じで塞がっております。これは好意的に Google が塞いだものなのか画像合成で、それとも今はぽっかり開いているのかは現時点では分かりませんね。はい、そしてここです。位置ははっきり分かってますので座標は貼っておきます。この位置となります。黄色いピンで止めている位置、非常に見晴らしがいいですよね。どの方向からも、UFO が帰還した時にこういった感じで回り込んで入れる位置にあります。飛び出していく時も十分見つからずに飛び出せる位置となっております。はい、こんな感じです。そしていよいよ拡大した写真、はい、これがちょっと引いたところですね。この辺ちょっと何かこの辺の土が流れてこの氷とか雪が汚れてますよね。向こうの方から何か熱水かなんかで吹き出したものでしょうかね。こんな感じにもなっております。こういったのに詳しい方は説明お願いします。拡大したところがこれです。この辺はね、何か人工的な処理された形跡はないですね。洞窟のような感じがします。そしてこれ位置的にはちょうど真ん中ですよね。他にそんな空いたような場所はないんですよね。ここ似てますけど空いてません。ここはぽっかりと空いております。ここの水面からこの高さも測ってみたいと思います。それでは早速まず Google Earth Pro の方から見ます。はい、現在こう立ち上げてその座標に飛ぶとこういった感じで2022年2月というところでは完全に塞がっております。でこれをねタイムマシン機能で戻しますと、はい、見事に2007年2月にはぽっかりと開いている画像が出てきます。ここがタイムマシン機能です。はい、これです。皆さんもじっくり見てください。前回投稿しております南極の地下基地入り口のような人工物、前回投稿した動画に似ていますよね。しかしそこら辺のこの加工というか人工的なものは見えません。ひさしだったりここら辺にこう何か人工的に加工したところの入り口の様子は見えません。そのまま何かがここら辺溶け出たような感じもします。詳しい方はぜひコメントお願いします。こういった感じです。水面がここ、そしてこういった感じです。そしてもう一つ Google マップに切り替えるとこんな感じに見えます。これが Google マップです。この、リンク貼っときますので、すぐ携帯でスマホで見れるようにしておきます。タップするだけでここに飛びます。はい、これとなります。これは果たして何でしょう。位置関係もう一度引きます。これがサウスシェトランド諸島となります。南極大陸の北にある島です。そしてこれが見つかっております。でこれはね Google マップでは現在こういう開いた画像が見れますが、こちらこのバーを動かしますと完全に塞がれております。果たしてこれは、Google の方が好意的に画像処理したのでしょうか。この辺の雪を画像処理して、洞窟を消したような感じもします。皆さんはどう思われますか。ここら辺撮ってね合成して、フォトショップかなんかで、編集したような気もします。そしてこれをタイムマシン機能でスライドしますと、はい、はっきりと見えてきます。この2007年2月にしますとはっきりこういった画像になります。
はい、それではね、大きさとかいろいろ見ていきます。ではこちらのバーを出します。水面からここまでの高さ、約ここを水面にしましょうか。ここが222m ですね。と 222.70m となります。かなり高さがあります。200m 以上、222m の高さがあります。そしてさらに拡大して、はい、横方向下の部分を測るとこれが 76.14m。 そしてさらに拡大してここですね、高さ測ってみます。大体ですがこれが 46.61 ですね。かなりの広さがあります。そして中間の位置、この辺一番出入りする位置を見ると66.11m ありますので、十分な広さだと思われます。こういった大きい穴を誰が自然に開けたものでしょうか。これが自然に、まあ、開くとしたら何か、まあ、地中からあったかい熱水とか溶岩のようなものが、溶岩ガスといいますかね、そういったものが噴出すれば溶けてこういうふうに下に流れることはあると思います。水とかあったかいね、温泉水みたいなのが流れると温度差でここを溶けて噴き出す可能性はありますよね。この辺汚れてますんでね、その可能性もあります。皆さん詳しい方はぜひそういったコメントもお寄せください。果たしてこれは、まあ、地下基地入り口のために知的生命体が開けたものなのでしょうか。私が前回動画投稿しております南極の不思議な場所であります地下基地入り口の出入り口、明らかに人工的に処理されたようなものを公開しておりますよね。そちらと非常に、まあ、酷似しているか関連性があります。こういった南極大陸の北側にあるサウスシェトランド諸島のこの中間部分にあるところが、なんとも計算され尽くしたような位置ですよね。こういった感じで UFO が戻ってきて入っていく、そして飛び出していくにはもう絶好のロケーションだと私は個人的に推測しました。こちら側は海となって南極とつながっております。引きますとこんな感じ。はい、これがサウスシェトランド諸島、位置はここにあります。どうですか、こんな感じ。もっと引いていきますとこれが、まあ、南極大陸の北部分の半島の部分となります。その先にあるのが先ほど紹介した、何度も言いますサウスシェトランド諸島となります。はい、こちらですね。そして私が前回投稿しましたその UFO の人工的な入り口はこの位置にありますので、まあご紹介しておきましょうかね。今回ここクリックしますが、比べるためにこちらが、はい、人工的に作られたひさしのようなもの、これが入り口位置となります。まあ私の動画見られた方はね、分かってると思いますが、見られてない方もおられるんでね、今ご紹介しております。そしてもう一つが、この近くにあって、これと直線で結べる位置、この位置に、わずかこの位置に2つ目があります。はい、これが2つ目となります。はい、これはこの部分が処理されてますよね。先ほどの洞窟にも似ておりますが、ここの部分も平らに入りやすくされております。果たしてこれらは知的生命体が作ったものなのでしょうか。これに付随して今回見つけましたサウスシェトランド諸島、ここですね、この位置になります。ここがチリ、アルゼンチン、そしてここです。まあ、北にしましょうか、まあ、北にこれを向けるとこういった感じ。そして寄っていきますとこの位置となります。はい、これです。最大までズームします。
果たして皆さん、この洞窟は自然にできたものなのでしょうか。今回はこちらを発見しましたんでね、ぜひ皆さんも見てコメントください。これを時間を進めますとね、こういうふうに変わっていくのが分かります。完全に覆われております。タイムマシン機能でやっていきます。2007年、2010年にはこういうふうに完全に雪に覆われております。そして戻します。で、これが6年8月も見えなくなってます。こんな感じで妙に青くて見えません。はい、そしてちょっと進めますと2007年1月にはこういった感じで見ることができます。若干形がまた違いますよね。崩れたような変わった形をしております。そしてさらにちょっと進めますと、もう完全に埋もれて見えなくなっております。果たしてなんでここは埋もれたり洞窟にぽっかり穴が開いたりするのでしょうか。はい、これが2007年2月はっきりと開いている写真となります。今回ご紹介したのはこの新しく見つけたサウスシェットランド諸島の洞窟、南極のあの2つの地下基地入り口と酷似してますんでね、皆さんに今回発見したんで皆さんにご報告しました。これ下のリンクから見れるようにしておきますので、ぜひあなたの目で見てみてください。今日は南極大陸 Google Earth が見つけた不思議な場所をご紹介しました。また不思議な場所ありましたら皆さんにご紹介したいと思います。こちらが Google マップとなります。どちらでも見れますので、皆さんも下のリンクから見てください。ではまたです。さよなら。ラピッ TV でした。